皆様おめでとうございます。プレコブースにお集まりください。あのね、すごい怒ってた。
説明してやってください。つないどく家の前にね、俺ぐらい大量の吸い殻が落ちてあったんだよね。おー、あからさま、なんか嫌がらせみたいな感じだよね。誰です、誰ですか。いや、知りません。あいつ、あそこで川渡りじゃん、川渡り。あいつ、渡り、お前の父ちゃんやろ。いやでもやっぱりね、まあ、どこに誰が捨てたかわからないですけど、やっぱ15年前にゴミが捨てられたらね、まあ、見るだけのことではないですからね、まあ、そういうことを考えて、あの道路だからとか、人柄だからとかじゃなくて、まあ、こちらの手を立てる方もいるかと思いますけど、そういう文化だったり、それをしっかり注意して、気持ちいい街だった方が、皆さんも好きやすいと思います。皆さんのポイ捨てはせっかくゴミの写真なんですから、気持ちは分かると思います。ポイ捨てなど、ゴミの管理をしっかりしてほしいなと思います、はい、でちなみにこれ、今清掃のことをやってもらって3つ入ってきてないそうです。まだゴミ拾いしてくれてる人がいるかもしれないですけど、まあ、水入れていないです。大さん、これ何ですか、これ何ですか。これ何の名前。コングコングコングであったんすか。違うか、違う、もう違うんですか。これ何ですか。はい、このそうだ。これ何ていうんですか。コングだよ。レシピ分かる。コングさすが、絶対無視。部屋の掃除もしたことないです。選手暇ならどうぞ、暇ならどうぞ、終わったなら来てください。私あれで死んだほうがいい。各エリア、いろいろ皆さん行ってもらったので、皆さん大通りは20万20万、富士山は20万、オリオン通りを担当してくれた人、国道上に行ってくれた人、まあ、そこまですげえ汚かったわけじゃないです。ただ、子供連れの歩くのは、ちょっと、不安さなんで一番違う。子供は、まあ、できるだけ連れてたのか、はい、マッチです。マッチです。じゃあ、伊藤選手、どこ担当してくれましたか。東部の前。あっち、どうでした。ゴミ状況というか、吸い殻とジャムが多かった。あー、それは夜のお仕事もしたと思います。でも、綺麗になりました。綺麗になりました。分からないですけど、まあ、そういうゴミが、なるほど、はい、それは全部きれいにして、きれいにして帰ってきました。20万、OK、 拍手お願いします。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。じゃあ次、武田選手、どこ担当でしたか。あ、選手の皆さん、そんな後ろになって前に、この裏市役所前、行く前ぐらい、レディオ、エビオベリー。どうでした。いや、綺麗です、はい、綺麗ですか、はい、それでも無理やり拾ってみました。20万、はい、20万、拍手お願いします。はい、まあ、ここで、ね、まあ、みんなに聞きたいところなんですけれども、プールが違うと思うので、ちょっと工事も、日本のその街並みは、そのキレイだったとか、ゴミの良さだったとか、自分の手で語られて、まあ、どうだったか聞いてみたいなと思います。なんか、よくない肌がいっぱいする。This is super action. I think especially for small, for our future, if old people with this thing.Okay, so...
とても素敵な、とても素敵な活動だと思います。特に子どもたちに街をきれいにしましょうということを、友達にも理解してもらったらいいなと思って。В итоге, где она стоит там, где там нет? Мамина, да, Утномия, Академия, Шмашо. Я думаю, что мало. Спасибо за вас.最後はいいよ。これシュートです。
さん生中継中だから。カメラ目線タクちゃん頑張って真ん中にいらっしゃる方ちょっと中腰でちょっと辛いですけど撮影しますときに中腰で顔はないと私が見えないとおそらく写真には写りませんので中腰ですもんここすごいんだけどここ、はい前のめりすぎだ。カメラが前のカメラが見えるということは自分が映ってないですということになりますので、ぜひ皆さん。それはね、映らない。間からこうします。だけだけにした。あ、見えない。ステッカー、ステッカーが見えません。そう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 。後ろにも人がいるんで、あんまり上げたりしないで、自分のものはほっぺぐらいで。来るようにしてください。タクちゃん、タクちゃん。ブレッキーの隣にブレッキーみたいな人がいる。はい、なんか準備 OK だそうです。じゃあ皆さん、最高の笑顔で、最高の笑顔で。いいですか。食べますか。いいですか。お願いします。お願いします。
あの砕けた砕けた感じでいいんで、砕けた感じでいいんで、砕けた感じでいいんで。はい、おめでとう、ありがとうね。1年間ありがとうございました。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。 OK、 じゃあ次、次は誰に抱っこしてもらいたい。かっちゃん、かっちゃん、みんな大協力。はい、次、どうぞ。誰が抱っこ、誰に抱っこしますか。アミさん、アミさん、アミさん、大丈夫ですか。それご希望しなければ別に、ご希望しなければ全然大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。はい、じゃあ終わりました。皆さん笑顔で、はい、ありがとうございました。本当1年間ありがとうございました。次、え、誰がいいですか。誰でもいいです。真ん中で、じゃあ真ん中で、あ、ブレッキーの横で、はい、じゃあ抱っこ、抱っこじゃなくて、まあ、隣の選手じゃなくて、ハムセさん、はい、はい、ありがとうございました。1年間ありがとうございました。いや、最後ですね、はい、はい、じゃあお願いします。どの方の抱っこがいいですか。ブレッキー、 OK、 ブレッキーいける OK、 じゃあ、はい、選手、はい、すごい写真だって。30 29 28 27 26 25 24 23、動いたらブレーキかな。 OK、 じゃあもう一回最後3秒だけ、はい、いきます。せーの、3、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、5名の方ですね、全国行きの意義を駆使して当選に当たった5名の方が実施となってしまいました。本当に1年間ご参加ありがとうございました。もしかして父さんが、では、次はスクリーンに行きたいと思います。じゃあちょっと選手の方をちょっと最後にかけていただくか、ここに座っていただくか、していただいて、お呼びになりますので、皆さん、モニターをご覧ください。はい、ではアミちゃんお願いします。
というわけで、はい、すぐにの1年間振り返るのを見ていただきました。皆さんが思うこともいろいろあると思いますし、選手はいろいろ思いながら、考えながら、考えながら進化していくと思います。選手この後一人一人話を聞きますけど、まずは1年間振り返って、熊本代表の方から挨拶をしてもらいたいと思います。熊本代表お願いします。はい、鎌田でございます。今日はですね、こんなに大勢の方々にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。2012-2013 シーズンは、なかなかですね、自分たちの、形のバスケットをですね出すことが、できないような状況がちょっと続きまして、非常に戦績等々苦しいシーズンになりました。しかしですね、最終戦には3000人ものですね、超える、お客様お集まりいただきまして、自分たちの求めているですねスタイルを少しは表現できたんじゃないかなというふうに思っております。また今日はですねブレックススマイルアクションということで、これだけ大勢の方ですとですね一緒に清掃活動をするということは、なかなかこれだけの大人数ってないと思います。最終戦の、シーズン通してというところと、今日のですねブレックススマイルアクションというところで、今シーズン掲げていたスローガンのワンチームワンスピリットを、体現できたのではないかなというふうに思っております。来シーズンから新しいリーグが始まりますので、よりですね皆様に愛される強いチームを目指して、頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。私もですね、ブレックスと間違えられないように、頑張っていきたいというふうに思っております。ブレックスブレックスただチームですよね。最後、しまんなくて申し訳ありません。はい、今シーズンは本当にありがとうございました。はい、はい、鎌田大臣のありがとうございました。続いて、司令官ヘッドコーチからお言葉をいただきたいと思います。司令官ヘッドコーチお願いします。Thank you for your patience and understanding. Thank you. まずは今シーズン皆さんのご理解と、そして我慢し続けて応援してくださった皆さんに、まず感謝の意味を込めてありがとうというふうに伝えたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。まず、その後は、選手に一言ずつ聞く前に、今日参加できなかったら、ご指定のオリンピック選手と、林選手からメッセージを温めてくれないようにさせていただきます。まずは、オリンピック選手から紹介します。今シーズン、皆様の温かい生活に心から感謝しています。栃木で皆様に出していただいたことを誇りに思います。ありがとう、栃木ということです。はい。続いてはタイラー・スミス選手からのメッセージです。ファンの皆さんありがとうございます。今日は参加できなくてごめんなさい。僕もとても残念です。あなたたちは最高です。あなたたちらしく間違えた。あなたたちなくしてこのチームは存在できません。あなたたちのような素晴らしいファンがいなくてはメレックスはありえません。今シーズンありがとうございました。このチームで今シーズンとなっているの少しプレー的なものがとても幸せでした。夏の間皆様とは少しお別れになりますが、また近々お会いできるのを楽しみにしています。来シーズンは NBL でお会いしましょうということです。はい、それではお二人も、このチームが本当に大好きだったと思うし、この会にこのファンの人たちに参加したかったと思います。でも、初心者に、ね、参加できなかったけど、俺らはちゃんとチームして、皆さんの気持ちよく今日は一生懸命、ファン感謝祭やったつもりです。はい、じゃあそれから、順不動で、選手に一言ずつ、今シーズン振り返って、一言ずつもらっていきたいなと思います。まずは山田選手お願いします。はい、今日はたくさん足を運んでいただいてありがとうございました。
今シーズンは本当に納得のいくあの結果が出ましたが、本当にたくさんの応援ありがとうございました。来シーズンは、いい報告ができるように頑張りたいと思いますので、来シーズンもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次、はい、次どうぞお願いします。3回、3回、これ俺その方が行きやすいから。はい、今日はたくさんお芝居ありがとうございました。先ほどムービーにも、あったと思うんですけど、もう一度あの場所へっていうのがここの写真だったんですけど、体育館じゃなくてここの写真っていうのがすごく印象的でした。本当にあの場所をもう一度、経験するためにみんな頑張ってき、たと思いますし、今年は、残念ながら結果は出ませんでしたけど、本当にもう一度あの場所へ、戻るためにまた一生懸命頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、本日はお集まりいただきありがとうございました。あとスマイルアクションの参加本当ありがとうございました。まあ、苦しい厳しい結果となってしまいましたけども、チーム全員で戦えたのは本当ここにいる皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。次は、ちょっと飛ばして柳川選手でお願いします。今日は本当にありがとうございました。納得のいく結果は出せなかったんですけど、皆さんの温かい応援のおかげでワンシーズン乗り越えることができました。本当に今シーズンありがとうございました。はい、次はもうちょっと飛ばしまして、シュートお願いします。今日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。まあ、苦しいシーズンが続いたんですけど、最後まで戦い切れたのもファンの皆さんのおかげだと思ってます。来年以降もいい結果報告ができるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、続いて平選手お願いします。はい、本日はお集まりいただきありがとうございました。そして、非常に苦しいシーズンでしたが、最後まで応援していただいて、本当にありがとうございました。こんな苦しい結果の中でも、こうやってたくさんの方が、まあ、今日だったり最終戦までこう応援してくれたってことは、本当に栃木にブレックスが根付いてきたなと感じられました。本当にありがとうございました。もう一回言います。ありがとうございました。遠藤選手お願いします。今日はありがとうございました。1年間日本一の応援をありがとうございます。来シーズンももっともっと頑張りますので、ご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、次に山田選手お願いします。本日は本当にありがとうございました。素晴らしい皆さんのもと、プレーができて本当に幸せでした。また来シーズンもたくさんのご声援よろしくお願いします。次、雨のキャプテンお願いします。皆さん今日はありがとうございました。司令官ヘッドコーチのもとですね、新しいバスケットチーム全員で早く習得しようと努力はしてきたんですけども、なかなか結果に結びつかずにですね、本当悔しい、苦しいシーズンになってしまいました。ただでもみんなで勝利を目指してですね、一生懸命頑張ってきたということは間違いないので、こういう努力をですね、また来シーズンにつなげて、来シーズンこそはですね、 NBL 初代チャンピオンを目指してですね、またチームで頑張っていきたいと思います。今シーズン本当に応援ありがとうございました。はい、そして最後はですね、今シーズン限りで選手を引退するルーゴさんから一言をいただきたいと思います。ルーゴさんお願いします。はい、本日は僕のためにこんなにいっぱいありがとうございます。本当に今シーズンに限らず、僕は栃木に来て6年経つんですけど、6年間皆さんに支えられて、
本当に最高の現役生活でした。本当にありがとうございました。まだレックスできて6年しか経ってませんし、これからどんどん成長していくと思いますので、引き続きご声援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、最後はね、ちょっとバラバラですね。ありがとうございました。そしてですね、もう一人、僕がちょっと最後に挨拶させていただきます。もう一人、チーム創設者から、6年間チームトップレーナーを務めている成田竜太さんが、大きでチームを離れることになりました。まあ、6年間、竜太さんと同じ年ですね、栃木のために頑張ってくれた仲間です。最後、一言、竜太さんにもお会いしていただけたらなと思います。竜太さん、お願いします。皆さん、本日はありがとうございます。一番残念なのは、大好きな安西選手のケアができないことがとても残念です。来年はですね、皆さんのように、自分もファンの一員となって、まあ、試合会場を代々と、言うのが一つの僕の夢だったので、楽しませていただきたいと思います。本当にありがとうございました。いいですか。お疲れ様でした。ということで、僕からはですけども、ありがとうございました。はい、で最後になってしまいましたけど、僕も、今シーズン、まあ、いろいろ苦しい、まあ、長年続いていた中で、いろいろお話ししましたけど、まあ、何よりもチームでいらっしゃったのかなというシーズンでした。結果を出せなかったのはもちろん、監督だけじゃなくて自分らのパフォーマンス含め、トータル的にうまくいかなかったのが今シーズンでした。今後選手として、自分ができることを、思い切りコートで表現していくためにも、昨年の1シーズンを無駄にすることなく、しっかり自分の中で頭の中でクリアして、自分の成長を勝手にできたなと思います。今日は最後のイベント、感謝祭に来ていただきありがとうございました。また来週の日もエルベックスの応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてですね、これで、今日の感謝祭が進めるのも終わりですけど、今から、再開の準備に入りたいと思います。で選手は、チャンネルを持ってきたり、スタッフの方が準備してくれますので、しばしお待ちください。ということで、今日ですね、トータル的に総合演習を務めさせていただきました。皆さんの前で喋るのも、まあ、非常に、個人的にも楽しいですし、まあ、新しい自分の励みになる気がします。またもう一回があったら、チャレンジしてみたいなと思ってますので、ぜひその時は皆さん足を運んで遊びに来てください。今日はみんなで楽しみでしたけど、楽しんでいただけましたでしょうか。はい、皆さんが楽しんでくれたらそれで OK です。以上ということで、本当にお世話になりました。1年間本当にありがとうございました。今日は MC 担当川村でした。また先にまでしばしお待ちください。さあ皆さん、今日も見事に MC を務めてくれた川村選手にもう一度拍手をお願いします。川村選手ありがとうございました。ありがとうございました。そしてお客様サイン会の机なんですけれども、こちらの一番下のフロアレベルにお机を置かせていただきますの で、 でこちら並ぶ列となりますので、皆様お立ちいただいてお荷物と準備をお願いします。これから準備に入ります。